しくお願いいたします。それでは2015年12月27日主の十字架クリスチャンセンター東京アンティオキア教会手術第二礼拝を始めていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人を第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたることができるよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福を与えてください。お願いします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたいていきましょう。それでは共に賛美をもって主を礼拝してまいりたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。私の心には喜びが溢れてる。あなたの愛ゆえに喜びだろう。ハレルヤ、主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう。ハレルヤ、手を打ち鳴らし喜びだろう。もう一度賛美しましょう。私の心には喜びが溢れてる。あなたの愛ゆえに喜びだろう。ハレルヤ、主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう。ハレルヤ、手を打ち鳴らし喜び歌。ハレルヤ、耳を傾け、
これからさらに大いなる技、新しい働きが起こってくると主は仰います。それはあなた方がまだ見たことのない、また通ったことのない道であっても、あなた方は恐れてはならないと主は仰います。私の言葉を固く握り、信仰の歩みを成していく中で、私はあなた方を祝福し、またあなた方を通して私の技を成していくと主は仰われます。約束の言葉がなかなか成就しないからといって、簡単に神の言葉から退くことのないようにと主は仰われます。神の言葉に立ち続け、信仰の足をこの確かに踏み出し続け、私の言葉の成就を見るまでこの全うしていくようにと主は仰われます。それではもう一度主の前に賛美を下げてまいりましょう。これから主を呼んで讃えましょう。愛する天のお父様、この賛美の時を導いてくださりありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝に続く礼拝豊かに導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではしばらくの間のお祈りの時をお持ちしていきたいと思います。共に主の前に静まって、主との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。お祈りをそこまでにしていただいて、再び賛美をしていきましょう。
それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエスも信じ洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの式に受かることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々でイエスも信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとぶどう酒、ぶどうジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様はこのパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福してください。私たち人々のうちに御家と御地の恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体で。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天皇様、この聖餐の恵みありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは感謝の献金の時をお持ちしていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすればみな与えられる。ハレルハレルヤ。幸せな金玉か永遠じゃね。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝します。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福を与えてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はイザヤ書55章11節。3版の方は1218ページ、2版の方は1117ページになります。イザヤ書55章11節。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。本日はこの箇所を通し特別賛美、しばらくの賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。